ニュースのお時間です。内藤さんが矢尻さんにイライラしているみたいです。なんか、ポンプを入れている人がいるとかいないとか、身内の問題のようです。そして、信さんが小山氏の家に行くみたいです。個人の意見としては、信さんは優しいからいきなり喧嘩になるとは思いにくいので、一連の詐欺まがいな行為などへの話し合いに思えます。最近は、 小山氏は詐欺まがいな発信はしていませんが、その分、話題性に欠けている気がします。趣味での YouTube なのか、仕事としての YouTube なのか不明ですが、前者ならいいと思うし、後者なら、編集と構成作家つけて徹すれば、まだ、多少のブランド価値はあるから良い気がします。まず、機材は集音マイクに GoPro。iPhone の最新版でもいいです。構成としては、 元アウトローで、夜を憂えて、政治の世界を目指す好青年として売った方が良い気がします。オカルトはライブのみで。初回は、95年渋谷の勢力図を公開し、次に渋谷を散歩しながら縄張り的な話へと行く。できれば、歩くなら夜の渋谷がいいですね。輝くネオン、同時のパーティーで流れていた曲に似たフリー音源を探して。熱いシーンは、その曲で、 歩いているシーンなどは年齢も考えて渋くジャズにしても良いかもしれません。通り名は、宇田系でも、渋谷の王でも良いと思います。今の若者にわかるように、渋谷の王にした方が良い,いのかもしれません。KGB の結成式のシーンであったり、トップ J が主にどこにいたのか。変態とはどんな感じだったのか。何よりも、小山氏には弟がいるので、 関東連が渋谷に乗り込んできた時代を知っているはずです。また儀機かもしれませんが。小池屋が結成された背景や、それらのバトルがどう熾烈だったのか。その当時、渋谷の若者はカ歩できていたのか。それらを時系列でシリーズとして放送。途中、対談があっても良いかもしれません。ただ、その際はイメージ戦略で行きたいので台本を用意して、 奇烈な言動は控えて欲しいです。なんなら、ドラマ9号が、チーマーを題材にしているので、ドラマと絡めて当時を語っても良いかもしれません。実際に、小山氏は雑誌にも出ています。ドラマ9号でも、雑誌に出ているシーンがありました。次に、弊社が裁判に向けてノリノリです。今後の展開が楽しみです。では、チャンネル登録お願いします。